お疲れ様でした。お名前と所属店舗をお願いします。綱島所属土井達夫です。勝利者率直な感想をお願いいたします。あ、もうジムのインストラクターと仲間のおかげで勝てました。どんなこと練習してきました？あ、もう何だろう、もう全部ですね。下手なんで全部下手なんで全部練習しました。練習の成果は出ました？はい、出ました。はい、ありがとうございます。次の土井達夫と挑戦しますか？あ、そうですね、年齢シニアクラスなんですけど、今後も頑張ってやりたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあまた次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。お名前と所属店舗お願いします。あ、はい、林慎一郎、綱島所属です。勝利した感想をお願いいたします。いや、嬉しいです。相手の方も気にしなかったし、気持ちだったんで、はい、なんとか勝ってもらいます。今回の試合って何戦目とかでしょう？今回3戦目です。3戦目です、はい。次また B クラス挑戦しますか？次、一回やってみたいですね。はい、ぜひ行っちゃいます。はい、ぜひまたお待ちしております。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。あ、ありがとうございます。まず、お名前と所属店舗をお願いします。木本達馬です。北千住所属です。勝利者、率直な感想を教えてください。そうですね、練習通りできてよかったです。どんなことを練習中心に練習してきました？そうですね、足使って距離取って、ね、戦う練習をしてたんで、それがうまいことできてよかったです。練習の成果出てよかったと思います。はい、はい、次またトリガースファイトを挑戦しますか？そうですね、時期によります。時期によります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあまずお名前と所属店舗お願いします。和田司で、ファイトフィット柏に入ってます。はい、勝利者、率直な感想をお願いいたします。今回3試合目でやっと勝てたので、セコンド田村さんにも、最初から付き合ってもらってるので、またトレーナーの藤井さんにはかなりお世話になってるので、勝ててよかったです。なんか練習したここから成果出たなとかありますか？本当はもっとあとボクシングというか距離感取るはずだったんですけど、まあ、結構インファイトになっちゃったので、まあ、膝を入れたのは良かったのかなと思っております。また、ドリガスファイト挑戦しますか？またできれば次は4試合目は多分 B になると思うので、はい、そこで頑張っていきたいと思います。はい、じゃあぜひまた次も頑張ってください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。試合お疲れ様でした。お疲れ様です。お名前と所属店舗お願いします。はい、名前は沢口光大です。大宮東口店所属しております。率直な勝利した感想お願いします。とりあえずしんどかったです。あの2試合目もあるんで2分頑張りたいと思います。もしあるんですね、もし、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。まず、お名前と所属店舗お願いします。浜田亮太郎です。ファイトヒット高田の馬場駅前店の所属です。率直に勝利した感想お願いします。とりあえず勝ててよかったです。安心します。試合は何回目ですか？3大会目です。3試合目、はい、でも結構慣れてきました？そうですね、だいぶ落ち着いて慣れるようにはなってきました。これからまだまだ挑戦していきますか？そうですね、はい、また頑張ります。はい、またお願いします。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。気をつけ様でした。お疲れ様です。まずお名前と所属店舗お願いします。ラグビー州北千住です。はい、勝利した率直な感想をお願いいたします。めちゃくちゃ疲れました。練習した、なんか成果とか出ました？岡本さんにもうほぼマンツーマンの時間があって、それでしっかり教わったので技術面も、なので岡本先生に感謝してます。はい、また次回も挑戦しますか？はい、ぜひよろしくお願いします。本日はおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。試合お疲れ様でした。ありがとうございました。お名前と所属店舗お願いします。はい、川野雄太郎で東池袋に、池袋の東口店で。はい、勝利した、率直な感想を教えてください。いや、もうほっとしました。勝利した要因はどっかにあるかなと。そうですね、結構右ローがうまく当たったので、その練習してたローが出たのが良かったかなと思います。ありがとうございます。はい、そしてですね、今回何戦目でした？今回は初めて初戦です。はい、デビュー戦でおめでとうございます。はい、今後も、トリガースファイト挑戦していきますか？そうですね、ちょっと減量が大変になっちゃってちょっと苦しかったんですけど、はい、やっぱ勝ったら嬉しいので、ちょっと今後も機会あればやりたいなと思います。はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。すいません、ありがとうございました。